本当にいろんなこと人生ありますもんね。一寸先は闇で、悪いことばかりではございませんけど、いいこともだんだん少なくなってきましたね。もう楽屋うちで話するっていうか、みんな集まったら病気の話ばっかり。あとはサプリメントだな、マッサージだ、最近一つ加わったのがお墓の話。もうお前買うって買っとかないとな、入っとかないと。そんな話で終始一貫、盛り上がっております。どうでございますか。こちらサイドは僕好きです。これは気分としてはいかがですか。いい感じ。みんなカメラ、スタッフの方ですか。なんかシールが貼られてますか。大変ですね。仕事とはいえもう、今そんなこと言われると思ってないから本人も下向いたんだ。いいえ、私じゃないですよ。別に悪いことしてるわけじゃないですか。いいわけでございますけど、どうもね。今こそこういう時代でしょうね。今は我慢しよう、俺たち一緒に夢を飛ばしてきた竹とんぼじゃないかということでございます。昭和24年ですから、去年はちょうど岡谷さんまで60歳というので還暦を、湯原さんと二郎さんの後を、追いかけていけば、なんとか夢に到達できるということでございますからね。本当にもうありがたく、もう邪魔だなこれ。ちょっと待ってくださいね。どうぞ皆さん、軽く談笑を皆さんちょっと温めて、皆さん久しぶりに会う方もいらっしゃいますでしょうね。カップルでお越しの方もいらっしゃいますでしょう。結構ね、カップルっていうのはもう本当に大事なことですよ。出かけに大体男の人がもうイライラして、車なんか待ってると、もう大体怒ってるんですよね。早くさ、化粧なんかしても一緒だみたいな。でずっと車の中でつぶやいてるんですけど、奥さんの癒やしだ。その時のやっぱ切り返しが大事ですね、旦那様としては。パッと奥さんの方を見られると、お前は何着ても似合うな。もうこの一言だけど、似合うな、似合う。それ言わなかった日にはダメだ。遅いとか言って、ただもう奥さんはファーンって言う。ずらーっと二人とも右と左くらい。首が固まった状態で、改善に入ることになりましたけど。さあ、今回は、あ、なんか電話の音声が今、大丈夫ですか。もうキーなんて聞こえました。大事な仕事の話だと大変ですか。もし、それをお聞きになって、いい仕事の話でしたら、こちらにも回していただけるようにします。よろしく。アリスだったら3人なのにね、誰かがやってくれたらなんて思ったりだけど、去年は本当お世話になりました。40本やらせていただきました。で、今年明けて、東京ドームでも1回やらせていただいて、長い長い時間のステージでございましたけど、ご覧いただいた方いらっしゃいますかな、何人か。あー、まだ2回のうちですね。アリスも頑張る。よし、俺が頑張ればいいんだということでございます。今回は4月春に21日に発売になったばかりでございます。同年代の男たちの素顔を、歌にちょっとまとめてみたら、こんな感じになったということでございます。どうですか、よく見えますか。よろしかったら隣にも回していただけませんか。ね、多分みんなが見たいと思います。相当大きく見えてるなって。愛すべき男たち。